はい、どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルジョナサン・ジョースター編究極、こちらのフロアさんですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。で、アビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、花太郎ですね。寂しい夢、傷つかぬゆえに強者、取り込む経験、蘇生をつけています。続いては、やられ要因ですね。寂しい夢のためのゲージ要因ですね、を連れて行ってます。まあ、アビリティはつけてないので省略します。そしてリンクスキルはですね、師匠たちですね、師匠たちをつけていきます。移動距離が上がるのでね、何かと便利です。フレンドはジョウスケですね、旧ジョウスケですね、連れていきます。では参ります。本当にね、このラウンド3ですね、フロアさんがもう前回はクリアできなくて、もう大泣き状態でしたね。どうやって、クリアできてたのか、いまだにわからないです。それぐらい、ラウンド3は難しかったですね。私にとっては難しかったです。ここは、もう素直にやっていきましょう。もうね、ほんとこのフロアさんはジョーザーじゃないですね、花太郎のためにあるような感じですね。緑花太郎のためにあるフロアのような感じですね。さあ行きましょう。花太郎で押していきましょう。もうあっという間にね、倒せてしまいますね。やっぱりすごいですね。すごい花太郎強し。花太郎が強いので本当に嬉しいです。おや、ゲージがなくなってますね。そこまで取られたのかっていう感じですね。まあ、あのゲージ CS を使ったせいでゲージがなくなったのかな、かな、わかんないですね。という間にラウンド2ですね、に入ってしまいました。さあ気にせず行きましょう。おっと、これで死んでしまった。アイテム踏んでしまいましたが、取り込む経験のおかげで関係ないですね。まことに関係なく走っていっております。止まりたいのですが、エリアスキルのおかげで止まれません。エリアスキル嫌ですね。さあここでね、倒されてしまいますね。何度か無事に行きたいところなんですが、倒されてしまいました。そしてチップを、魂チップを使って回復して倒していきましょう。体力がねないと花太郎が走らないですからね。ここはゲージを取られてしまうので、止まりたいと思いましたが、エリアスキルがまだ効いております。運も入ってるのかな感じですね。
さあいきなり倒されそうです。いきなり倒されそうです。手痛いのを食らいました。まあいいでしょう。ダメージはありますが、これぐらいだったらまあ大丈夫ですね。倒せるはずです。倒しきるはずです。倒せなかったらごめんなさい。うん、倒せるはずですけど、やはり威力がちょっと落ちてますね。威力が落ちてる感じですね。そして倒しきってないのが露見してしまいました。これはどうする。一応まずいべっていう感じですね。さあゲージも溜まってますので、ゲージじゃないですね、いろいろと溜まってますので関係なくいきましょう。さあ倒していきましょう。回復してますね。ここはまあ、いいでしょう。このまま突き切っちゃいましょう。さっきのアイテムディフェンスでやられてた感じですかね。あ、7ヒットまでは1っていうやつですね。7ヒット目までは1ですね。ダメージですね。忘れておりました。はい、無事3ラウンドクリア。続いて第4ラウンドですね。第4ラウンド倒していきましょう。ここもちょっと威力がやっぱり心もとないので満タン状態からいきましょう。アイテムを破壊してくれるので簡単にいけますね。そしてゲージは没収されます。自爆を範囲外でしたね。よかったです。範囲外でよかった。さあ降ってきた増援ですね。でゲージは満タンになるのでいきましょう。あとはシトロハイムがどこに止まるかですね。お気をつけたいところなのですが、シトロハイムがエリア付きのせいでですね、錯乱のせいでこちらが止まることができないです。シトロハイムがいい位置にいてくれました。いや長かった、いや長かった。そしてお前かよっていう感じですね。ホルナレフ、ホルナレフは回避ですね。回避ですね。ホルナレフ回避しておりますので、もうこれで終わりですね。 99% 回避です。はい、倒せました。よかったです。長かった。そして、最終フロアですね。最終フロアにやってまいりました。では今行きましょう。ドーンと行きましょう。下付けはね確かないはずです。ないので無敵だった、カウンター無効状態だったはずなので関係なくいけるはずです。そして倒されてしまいますが大丈夫です。
ダメージは1なので全然食らいません。大丈夫です。ダメージは取り込む経験のおかげで1なので食らいません。大丈夫です。あとは長に倒していきましょう。長に倒していきます。カーズ様がね、倒れてしまえばあとはいいかなっていう感じですね。カーズ様倒れる。一応ゲージは1まで貯めておきましょう。あとで泣き見る かもしれないので、泣きは見たくないですからね。あ、止まっちゃいましたね。ということで何もできないので、ここはいや、まあいいでしょう、ゲージ自体は溜まりますし、関係なくいきましょう。なるべく削っておきたいというところですね。さあユカコが攻撃仕掛けてきます。行きましょう。アイテムディフェンスがあるんですね。アイテムディフェンスがあるから怖い。さあまずは誰が倒れた。シーザーですね。シーザーが倒れた。続いてはマニシボーイかな。マニシボーイ倒れる。そしてリサリサ先生も倒れる。ユカコは全く削れていない。ユカコは全く削れていませんね。そしてユカコはフルゲージ、フルゲージ状態です。それでも突っ込んでいきましょう。おっとどうした、全然動かなかったぞ。満タンでないせいですかね。あ、マンホールに入ることがない、入ることがないぞ。やられております。しかしダメージは1、ダメージは1です。さあ回復に戻ってからいきましょう。ジョータローさえ倒せればいいんですが、倒せてないですね。ジョータローすら倒せておりません。これは非常にまずいですね。やはり回復していった方がいい感じです。では回復しようと思ったら攻撃されてしまいました。死ぬことはないのでね、全然怖くはないんですが、どうだ、攻撃が面倒ですね。では一応回復、魂チップを使って回復しましょう。さあこれでジョータロが倒せるはずです。まあ、相性もねちょっと悪いのでどうかなっていうところではあるのですが、満タンですからね、満タンだと倒しきるはずなんですが、まだ倒せておりません。ようやく倒せました。いやすごいなぁ。やはり相性が悪いといったところでしょうか。倒していきましょう。
30ヒット前でね止まっておきましょう。CS を使いたい放題です。はい、倒せました。ちょっとね途中でグダスってしまいましたけども、無事クリアすることができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、今度は究極のフロア4ですね、攻略していきたいと思います。ではラーサバ対